大津駅は、滋賀県大津市春日町にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。滋賀県の県庁所在地でもある、大津市の代表駅であり、琵琶湖線の愛称区間に含まれている。駅番号は、JRA29。現在の大津駅は、1921年に、開通した税税駅京都駅間の新線上に、新線開通と同時に開業したものである。 初代大津駅は、京都駅からの路線延伸により現在の京阪電気、鉄道琵琶湖浜大津駅がある場所に1880年に開業した。東京と神戸を結ぶ鉄道建設の中で、新政府の財政難により、当面は琵琶湖の水運を活用することになった。このため、大津駅と長浜駅は、船着き場に直結する位置に建設され、乗客は、 鉄道連絡船に乗り換えた。日本初の鉄道連絡船である大津駅長浜駅間航路は太古機船が担当し、日に3便、所要時間はおよそ3時間であったが、強風等で運休となることもたびたびあるなど、必ずしも安定した輸送手段ではなかった。列車は馬場駅でスイッチバックを行って大津駅に入っていた。大阪山を越えてきた線路は、 湖岩から高い位置にあり、大阪山トンネル出口から直接、大津駅に向かうことはできず、一旦、馬場駅でスイッチバックを取る形となった。その後、琵琶湖東岸での鉄道建設が進み、1889年に、古東線の全瀬駅、米原駅、関ヶ原駅が開業。東海道本線が全通したことにより、琵琶湖航路は廃止、馬場駅、大津駅の旅客営業も廃止に伴い、 東海道線の貨物支線となった。大津駅は支線の貨物駅となった。1898年に西岸により旅客営業が再開された。この時に新設された高野関駅と石橋駅の間はわずか0.3マイルで当時の関鉄の最短駅間区間であった。1909年には鮮名制定により大津線と命名される。1913年3月。 京阪石山坂本線の前身となる大津電車軌道が旅客営業を開始すると大津線の旅客営業は廃止、再び東海道本線の貨物支線となる。同年6月に馬場駅を2代目の大津駅に初代の大津駅を浜大津駅に改称した。その後2代目の大津駅京都駅を新大阪山トンネルの開通で短絡することに伴い、 新線上に三代目の大津駅をそれまでの駅より西側に設置し、二代目の大津駅は馬場駅に再び解消され、貨物駅となった。1934年に再び旅客駅となり、税ゼ駅に解消された。貨物支線は1913年から京阪石山坂本線と共用していたが、期間が異なるため参戦機場となっていた。 1947年に、大海今津から高和化鉄道が直通運転したが、高和化鉄道の廃止に伴い、1969年に廃止された。国鉄時代は、京都駅と同一の業者による駅弁も販売されていた。駅周辺の空中写真国土交通省国土地理院、地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成ホーム南口改札北緯35度線モニュメント島式ホーム2面4線を有する地上駅になっている。駅の北側に北口改札、南側に南口改札がある。地下道から各ホームへ、階段が2本、ホームエレベーターが1本ずつ通じている。北口の駅業務は直営であり。 駅舎は2階建ての駅ビルになっているが、南口は JR 西日本総合ビルサービスに委託されている。駅長が配置されており、管理駅として、瀬田駅、石山駅、ゼゼ駅の3駅を管轄している。バリアフリートイレが設置されている。駅ビルは1975年4月に開業し、市のサービス公社が運営していたが2010年からは、市の直接運営になり、 その後に老朽化や利用客減少を理由に撤退した。2016年10月に宿泊施設や飲食店などが入居した商業施設ビエラ大津が開業した。1.2番線ホームの京都方に北緯35度線モニュメントがある。これは琵琶湖線開業100周年を記念して JR 西日本が1989年7月に設置したものである。 当駅の京都方面寄りにはカーブがあり、下り線は時速 95km、上り線は時速 105km の制限を受ける。開業時から2面4線であったが、複々線化の際に停留所となった。愛子家利用家の駅。日中時間帯は1時間に7本が4本が停車する。朝晩は本数が多くなる。滋賀県統計所によると、 1992年以降、年ごとの1日平均乗車人員は、下表の通り推移している。このうち2019年度について、1日平均乗車人員は17,358人となっており、これは、滋賀県内に所在する JR 線の駅の中では、第6位となっている。県庁所在地である、大津市の代表駅であり、駅周辺は、観光庁が多い。 そのため表現館である北口には高層ビルが多いが商業施設は点在する程度で近年は飲食店、雑貨や美容院が増加しているが目立った市街地は形成されていない。ただし2019年度現在では集合住宅は増加している。当駅から少し離れた位置に美和湖を望めるホテルが多数ある。大津市の中心部である浜、大津やその先の大ごと温泉街、 片タタあるいは小岩経由での石山駅方面や草津駅への路線バス便がある。立命館大学への路線バスは、名神高速経由である。京都駅を起点とする上の千葉駅経由鎌取業や高高速バスも大津駅で、客扱いを行う。一時期関西空港や伊丹空港へのバス便も、開設されたが、今は運行されていない。ありがとうございます。